KFEPCX5。 今回ねバッテリーをね交換してね、で点検して切った時にね、このキーの電池残量がねわずかですっていうね表示出ました。なのでね電池ね交換していきます。で鍵のね電池ね外します。まずキー抜きます。でこいつはね割れるのでね、もう爪でねまめにいった方がいいです。ここです。一気にね外れてしまいました。で電池はねこっち側の下側に、ね、マイナスで上かプラス、こういう感じでね入ります。電池は CR2025。電池をね買いに行ってる間にねこんな感じです。よいしょ。で上がねプラスにしてね、このね前側にねちょっとね入ります。でこのねキャップでね押さえるようなね、押さえるいうかねグッとちゃんとね入るように、だからこの前側が入ってるのでね、この後ろ側から押すようにしてねパチッとね入れます。こういう感じで下でねピピ言ってます。よいしょですね。こっち側を引っ掛けて、引っ掛けながら下からね押していくです。この辺にねありました。これで OK です。であとはね鍵を入れてね OK です。でちゃんとねこの光るかね確認しておいてください。OK です。でこれでねあのつぐ場合はね、今日ねちょっと寒いのでね、まあ寒いからついたいう感じです。大丈夫です、つかないです。電池がね少なかったです。今回ね CX5 のねキーレスのね電池交換やっていきました。他にもねいろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。